はい、実況させていただいてます。シロックマンです。よろしくお願いいたします。今日はね、ロックマン2ね、ドクター・ワイリーの謎、こちらね、やっていきます。こちらまあね、最後の、ラストステージになりますね。ワイリーステージをね、今日はね、やっていきたいと思います。プレイステーション版になりますけども、内容はファミコン版と同じですので、はい。内容同じですからね、ファミコン版とね。まあ、ナビモードがついてたり、まあ、ちょっとプラス要素はね、ちょっとついてるとこありますけどね。はい。まあでも最強データはありますからね。これでいきますね。はい。これね、ワイリーステージですね。まあ、神曲ですからね、とにかくね。これがね、まあ、プレイするのはね、8ヶ月ぶりぐらいかな。うおー、出た、神曲。来ましたね、神曲ね。超神曲ですよね。もうゲームミュージックで一番好きと言ってもいいぐらいね。神曲ですね。本当にね。これは、3号や3号ね。はいはい。で、ここでメタルを使うと。で、これはね、お、ありがたいな。意味ないな。このサンゴね。あー、くそ。これよくあるんですよ、このミスね。しまったな。これすぐ取らなあかんねんな。ジャッパ取らんでいいや。もったいないな。でもここで取るかな。でもこれ1号がなくなった時も多分置いといた方がいいからな。そう、1号がね、なくなった時にね、使う、置いといた方がいいんでね。この上1号はね、多量に使うね、ちょっと難関があるんですけど、そこのためにね、置いといた方がいいですね。まあ、久しぶりですからね。怖い怖い。ここですよ。ここでね、アイテム1号が必要となるんですよ。ここね。これね、初めてやった人なんか絶対わからないですよね。どうやっていくんやと思いますよね。こうやっていくんですよ。こうやってね。ああ、やっぱりな、失敗したな。なかなかこれうまくいかないときあるんですよ。ここでね、だから何回もやってた1号がなくなるということがね、ありますからね。そのためにさっきの回復を置いといた方がいいってことなんですよ。ここ難関なんですよね。みんなここでね、手こずってね、あれ？一発で行くのは厳しいですね、なかなかね。昔は一発で行けたんですけどね。ああ、もう何してんねん、もう。今のちょうどいいタイミングあったやん。なんで落ちんねん。やっぱファミコン、コントローラーがね、プレステですからね、ちょっとやりづらいんですよ。あれ？やりづらいわ、ファミコンと違って。ファミコンのコントローラーだったらもっとね、早くできるんですけどね。やばいな、なくなるな、これ、下手したら。ああ、もう！なんやねー。あかん、これ、足りないんちゃうかな。ああ、もうどこ打って出してんねん、おい。しょうがない、これ、回復しに行こう。惨めやな。
回分ぐらいしかないよな。なんか知らんけどやりにくいな、プレッシャーのコントローラーって。ファミコンのコントローラーと比べたら全然すげえやりにくいですね。ほら、こうやってね、なんていうのかな、別に上押してないのにね、なんか横押してるだけで上行ってしまうとかあるじゃん、よくあるしね。ほんと勘弁してもらいたいわ。よし、やっていけた。これいけなかったらもうやり直しやったからね。ただヒットポイントがやばいからな。メカドラゴンと戦うのにな。死んでしまったらまた戻されるしな。しょうがないな。使っとくかも。いかん。しょうがないわ。やり直しするのも嫌やからね。いやー、プレッシャーのコントローラーやりにくいな。なんかね、操作性悪いんですよ。コンディションが悪いんですよ、だからね。うん、危ね。危な。コンディションが悪いんですよね。倒しました。いやー、えらいとこずったな。あかんなぁ。プレッシャーのコントローラーやりにくいなぁ。ファミコンのコントローラーでやるのが一番いいですよ、皆さん。本当に。これ、一応ね、取っとくかな。1号ないなぁ。1号の方が大事やな。こいつめっちゃ高速で動くんだよね。怖いんですけど。1号の方が大事やな。あ、3号もいるとこあったな、そういえば。しょうがないか。ここは2号がいるんですよね。2号使うんですよ、ここね。これがないとダメなんですよ。あぶね。ここはね、ここ飛び乗るんですよね。あれもうね、一発で行かないとね、ここ確か回復があったな。うん、あったね。武器エネルギーのね、回復シーンの場所ね。よし、こんだけあればいいな。で、ここにもね、いい感が取れるんですよね。さっき使っちゃったんですけど、ここでまた取れるんでね。よし、で、クラッシュ、これを使うんですよ。お、いい、ラッキー、出てくれた。これで2号を回復しとくか。でまたクラッシュ装備しといて1アップを取って、でここでまたこれを使うと。いや、曲がほんといいね。神曲ですね。神曲すぎるわ。で、ここをね、貯めるのにもいいんですよね、ここね。ここいっぱい出てくるんですよ、ドリルがね。まあ、貯めるのにもいいんですよね、これ。武器エネルギーとかね。あの、ヒットポイント回復をね、稼げれるんですよ、ここでね。稼ぎ地帯ですね。まあ、あんまりね、あれしてもしょうがないですけど。あ、これ取りたい取りたい、回復取りたい。よし、取れた。3号取っとくか。あれ、取れなかったよ。お、でかいのが出た。
食らうな、やっぱり。まあね、貯めててもダメージ受け取ったら意味ないですけどね。うん、これ3号ですね。うわ、もうタイミング悪いな。これ使うんですよね、いつもね。うん、めんどくさいから、ここね。フラッシュストッパーってあんまり使わないですからね。あんまり使うことないですからね。で、ここで2個を使って、一応まあ回復はできるわけですよね。うん、で、このボスはね、これが効くんで、パーゴルが。この下ボスですからね。こいつね。こいつなんて名前やったか忘れたけどな。こいつね、ロックバスターで戦ったら結構大変ですからね、思ったよりね、うん、やばい、笑ってもた。うっと、いい倒しました。ここからちょっとね、おどろおどろしい感じのね、あれになってますね。うわ、あれ取りたかったな。しもたな、降りるとこ間違えたな、これ。上がるか。これ使って上がるしかないな。よいしょ。んで、フラッシュ。まあ、これはね、これを使ってでも取る価値ありますからね、ほんとね。下にもありますもんね、これね。ああ、そうか。いや、もう今ね、1号を回復させるつもりで取ったんじゃないんですけどね。3号を回復させたかったんですけど、この次の面で3号で必要ですからね。あれも出てくる前にジャンプしていけますからね、うん、さあここですね。ここちょっとね、難しいですがね、ここね、怖いですから、ここちょっとね。ああ、もうあかんな。久しぶりになるとやられるんですよ、ここいつもね、うん。やっぱりな、下手になってますな。本当にね、どうしようもないよ。残機3機あるか。あそこはね、結構苦手なんですよね、僕ね。ここね。結構な難関だと僕は、ほらね、やられるでしょ。苦手なんですよ、ここ僕ね。昔は余裕だったんですけどね。なんか最近怖いんですよ、これ。怖くなってんですよ。ビビってんですよ。やっぱね、10代、20代の頃と違いますよね、やっぱりね。過酷ですよね、40代にはね。なんかね、ファミコン版だったらこんなことにはならないですよ。プレステ版だからですよ。ああ、もう、スタートボタンも効かないのかよ、おい。
やばいなぁ。これじゃあちょっと進まないぞ、全然。2機しかないやん。あんなぁ。本当に下手になってるなぁ。本当にな、なんとかしてくれよ、本当に。この下手さ。この下手さ加減ね。無謀すぎるで、ちょっと。ああ、もう。あかんわ。全然あかんわ。これ、最後ちゃうのこれ。あ、最後や。こうやってね、スタートを連打してね、あれをうまく回避するっていう方法もあるんですけどね。ちょっとこのプレステ版はね、スタートボタン反応遅いんですよ。ファミコン版と違ってね。だからね、間に合わないんですよね。やってもね。間に合わないんですよ。スタートボタンが奥張ってるんでね。プレステ版はね。しかも余計にこんなになるしな、これ。怖いわ、お前。最後に、ラストの残機ですからね。ああ、やっといけたけど。いやー、手こずるわ。もうプレステ版でやるのが間違いやったな。やりづらすぎるんですよ。もう操作性悪すぎるんでね。まあ、これ聞きますからね。倒した。いやー、やりにくいな。プレステのコントローラーやりにくいわ。ファミコンのコントローラーでやるのが一番ですわ。これは取らない方がいいな。これは、ここのボスね、クラッシュボムがね、もう全部使うので、亡くなった時のための保険としてあれ置いといた方がいいんですよね。この面はね、結構な難関ステージですからね。結構というか、かなりの難関ステージですからね。おそらくロックマンで一番の難関ステージじゃないかと思いますけどね。まあこれ2の時ってはしご登るの遅いですよね、ロックマンね。3はね、はしご登るの早いですからね、3以降は。これまあ落とし穴が、見えない落とし穴があるんでね、ここで確認するんですよ、これ使ってね。ここにね、ここに E 缶がありますからね。これはまあもちろん取った方がいいんだけど。E 缶4つあるな。じゃあ取らなくてもいいな。取らなくていいか。まあね、これ1個使って、で、取るか。これでいいや。ここもちょっと難しいんですよね、この先も。ちょっと難しいんですよ。まあ、ここはまだね、まあいいんですけど。まあ、このね、仕掛けは、クラッシュマンステージでね、出てきた仕掛けです。お、回復ある。武器回復。武器回復。B かな ?B やな。B がいいな。
まあ、武器回復はね、速攻で取った方がいいですね。ここで、あの、アイテム2号を使うんですよね。あ、まだか。まだやな。ここはね、ウッドですね。リーフシールドね。これを使うんですよ。これね、動かなければね、ずっとね、これ回ってるので、十字キーを押したら飛んでいきますから。これ万能なんですよね。バリア系のアイテムで一番ね、歴代のロックマンでも一番ね、万能なんですよ、ね。うわ、これは取りたい。なんとかして。あ、そうか。これスタート押せないのか、そういえば。あれでフラッシュストッパー回復させようもんだけどな。できなかった。間に合わなかったわ。これ2号ですね。ここは2号です。まあ、フラッシュストッパーあればね、クイックマンと戦うときにね、使えるんでね。クイックマンとまたどうせ後で戦いますからね。ボスラッシュでね。これもう無視です。いやいや、こいつ。これ確かね、クイックが効きますね。クイックはね、これそう。うん、クイック効くんですよ、こいつね。よし、ここで、もうボスですけどね。あ、クラッシュないじゃん。うわぁ、しもたな、これ。回復してなかったやん。うわぁ、これは、やばい。しまったな。よく見とけばよかったな。ここまで来てしまってるからね。これででもマジックポイント、稼ぐって言ったって出る可能性低いやろ。わかんな、これ。しょうがない、死ぬしかない。うわ、しもうたなぁ。回復させたらよかったなぁ。やっぱりあれで、あそこで、スタート地点まで戻って取りに行かなあかんわ、これ。バカ、間抜け、ほんまに。結局、あれですよ、振り出しに戻らないかんってことやね。しもうたなぁ。ほんと、ドジやな。久しぶりになるとね、ほんとこれぐらいね、融通効かないというかね、あれなんですよ。しまったな。これ、最初に取っとけばよかったんじゃ。回復してるかどうか確認しとけばよかったんや。ほんとにアホですね、ほんとにね。攻略分かっててこんなミス犯すかな、ほんまに。ダメダメやな。ダメダメですわ。ほんとに、用意ができてないっていうのはね。段取り悪すぎるやろ、ほんとに。いやいや、ほんとに。ダメですね。やっぱり久しぶりにプレイするとね、衰えますね、いろんな機能がね。ほんとにダメですわ。結局また同じ面をね、また同じところをまたやらなきゃいけないわけですよ、これでね。いやー、参ったなー。いや、この面はね、本当に難関ステージですよ、そういう意味ではね。
のね、一筋縄にはいかないっていうかね、スムーズにね、行くことの方が少ないですから。精神的に疲れるんですよね。これね、はしごでね、こうね、武器をチェンジしたときね、こう落ちるんですよ。それがね、気をつけないとね、なんかね、落ちるというかね、それがあるんですよね。なんて言うんでしょうね。なんかね、武器チェンジするときにぷにゅぷにゅってなるから、その時に落ちたりするんですよ。それがね、このゲームの余計なね、システムだなと思うんですけど。あれでね、なんていうのかな。苦しんだ人は結構多いと思いますよ。これでまだクイックもない。あるな、まだ。あるね。もうでもめんどくさいから倒さない。やっぱ食らうよな。ダメージだけね、ダメージとかね、ここヒットポイントを使わせるんですよ、いつもね。さあ、来ましたよ、この問題のステージ。そうですね、とりあえず、まあ、1号に一度合わせておいて、ここね、これスタートね、これ弾が来たらね、来るんですよ、弾が飛んでくるね。ああ、しまった、間に合わなかった。よいしょ、ああ、くそ。ちょっといい感じ使っとこうかな。ポイントやばいから使っとこう。 もったいないけど1個だけね。でクラッシュね。うわ、しまった。これね、弾が飛んできたらね、これでスタートボタンで回復できる。あ、全然回復できてないやんか、お前。これね、回復できるんですよ、回避が。こうやって避けれるんですよ、こうやってね。そうそう、こうやって避けれるんですよ、うまくやればね。これね、スタートボタンがね、効きが悪いんですよね、プレステ版は。だからね、心配なんですよ。よし、3号、でこれで一回で、またここでね、弾飛んでくるからスタート押しとくんですよ。あ、来た来た、くるよし、よけれた。でこれで使うんですよ。よし、これで倒しましたね。やっぱりね、ここは苦労するわ。で、これでね、ロボスラッシュですね。ここはね、もうね、最初にね、もうクイックマンを倒しておこうがいいんですよ。もう難敵ですから。あ、間違えた。こいつやったか。こいつはね、メタル。で、ここで、これね。もうこいつはね、一番強いですからね。あ、しまった。危なかった。ギリギリやんか、おい。
じゃあ強いなこいつは相変わらず。んでこの体力ぐらいだったら、そうやな、そうやな、メタルブレードでフラッシュマンあたりかな。あ、メタルマンやった。まあいいや、そう 2発で倒せるんですよね。でも減ってるな、それでも。で、そうやな、お、そう、フラッシュマンね。ここにいたらね、出口の前だと回復取れない時あるから。もうんで、ウッドマンかな、ウッドマン。ウッドマンは、あれやな、ヒート、強いですからね、こいつはね。で、レアはね、グリーフシールドっていくんですよね。ロックバスターでも倒せるんですけどね。えらい強引な倒し方になったな。で、バブルリードが効くんですよね、こいつはね。あ、やば。あ、早いな。動きが早いな、こいつは。で、あと一人か。フラッシュ。あ、やばい。これではいいですね。ラプターワイルドね。この体力はな、ちょっとな、まあいいか。一回死んだ方がいいかもな。一回死んだ方がいいわ。あ、しまった。そうか、残機なかったか。失敗した。またこれやり直しになるんですよ。いい感しかもないんですよね。ミスった。そうか、いい感なくなること忘れてたわ。いい感使っときゃよかったんや。もう厳しいな、これ。また間違えた。もうクイックマンちゃうっつうに、ここ。やっぱ6万2は難しいわ。普通じゃないわ。一筋縄にはいかない。ここでね、もうこれ使おう。はい、倒した。で、これ使っとこう。ワイリー倒せるかな。で、ロックバスターの方が楽かもしれない。エアマンな、ウッド使うよりね。
楽なんですよね。僕はしたのがね。早いな、最後だけめっちゃ早いな。ちょっといい感なくなるっていうのが痛いな。これでワイリーですけどね。そうやな。しまったな。このワイリーメタルブレードというか、イーパンなしじゃちょっと厳しいんですよね。うわ、めっちゃ減るな、相変わらず。あかん、厳しい。ほら、難しいんですよ。ほら。やっぱ厳しいわ。言いかんなかったらあかんわ。これね、厳しいな。かな、受けにくいな。迫ってきたときは受けにくいんですよ。さあ、あかん、上、あかん、上じゃあかんわ。あかんな。もある程度体力がないと勝てないですね、こいつは。2段階目はこれ最後やな。これ負けたらゲームバイまたやり直しやもんな。こいつをノーダメージで倒すじゃないぐらいじゃないとダメなんですよ。あかん、絶対食らうな。あかん、厳しい、厳しいわ。いい感がないと厳しい。あ、何やってんねん。あかんな。なんかない、いい方法ないかな。またやり直しやで、おい。またこれ最初から倒さなあかんやろ。いやー、死闘ですね。はい、倒しました。ほんで、その次に強いウッドマンを倒すと。何回も倒してますけどね、本当に。これね、言いかんないと厳しいですよ。で、バブル。
地獄のね、ボス連戦ですからね、本当にね。次は、いやー、何回もやらされますね、本当に。次はメタルブレード、これメタルブレードもね、ある程度温存しておきたいんですよね、やっぱりあのワイリーで使うからね。でもマッチポイントというか武器エネルギー回復するとこがないからな、なるべくね節約しながら戦うしかないんですよね。ああ回復できなかったね今。さあこのこれなんかねクラッシュが効くって言ってたね気がするな、この1段階目はね。使ってみるか。あ、確かに効いてる。やばいやばいやばい。危ねえ。1ミリしかないかな。いやーでも強いわ。こずるなやっぱり。ここがやっとラストステージなんですよね。やっと最後ですね。疲れますよ本当に。やっぱりな、数ヶ月ぶりですからね、やっぱりこうなるよな。あれまあ判断ミスっていうのもありますよね。ここでいい感じ使うタイミングとかね、よく考えないとね本当に手こずりますよ本当に。あんまりね、きちるのも良くないかもしれないですね。で、これはね、これが効くんでね、はい。これしか効かないんですよ。こいつはね。ちょっと待って。一回一回映像判別するのがムカつくんですよね。せんでええってそんな余計な機能。本当にコンディションよくやりたいのにさ、コンディション悪い状態になるんやからいつもね。あかんな。新しいテレビとか新しいプレステとかね、ムカつくんですよ。なんかね、妙にね、なんていうのかな、いろいろあるんですよね、不便なところがね。新しいテレビはね、こういうとこがめんどくさいんですよね。わざわざ映像判別してね、切り替えあるからね。本当に、そんなことせんでええっつうのに。だからね、アナログテレビの方がいいんですよ。レトロゲームやるにはね、アナログテレビでやるか、ファミコンでやるのが一番いいんですよ。見倒した。いやー、手こずったー、疲れたー。いやー昔はね、もっと早くね、クリアできたんですけどね、やっぱり40分ぐらいかかるな、45分ぐらい。44分。まあ、エンディングですね、これがね。
いやー、本当に疲れるなー。これね、スムーズに行けばね、まあ、30分ぐらいでクリアできますよね。ワイリーステージね、うん。15分ぐらいね、ちょっと余分に時間かかってますね。めっちゃ手こずってますよね。まあこれね、エンディングですよね。まあスタッフロールと、まあね、これキャラクターというかね、ボスの紹介ですけどね。これでもボスの姿は出ないんですね。名前だけなんですね。まあロックマンが確かね、ロックマン2って確かミリオンいってるんじゃなかったかな、売り上げ。一番売れたんですよね、ロックマンシリーズでね、確かね。まあ一番売れたゲームっていうかね、ロックマンシリーズだけの中ではね。やっぱね、ロックマン2はね、やっぱみんなが言うように、歴代のロックマンシリーズでもかなりね、難易度が高い方だと言われてますけどね、僕の中ではね、中ぐらいぐらいですかね。中ぐらいの難易度って感じですね。もっと難しくなりますからね。ロックマン&フォルテなんてめっちゃ難しいですからね。で、ロックマン8の方が難しいと思うんですよね。後半のね、ロックマンの方が難しいと思うんでね。中間ぐらいの難易度だと僕の中では思いますね、2はね。はい、じゃあこれでね、エンディングというかね、終わりましたんでね。これ確かね、プレステ版はね、この後なんかあったと思うんですよね。なかったっけな、あったと思うんですよ。あったような気がするけどな。ボタンを押すわけでもないしな。スタートでもセレクトでもないな。これ待っとかないかんのかな。なんかね、プレステ版がね、クリアしたらなんかメッセージ出るんですよね。ファミコン版はこれで終わりなんですけどね、プレステ版の場合はね、この後もまだなんかメッセージみたいなのが出てきたと思うんですけど、出ないな。出ないですね。まあね、一度ね、プレステ版も僕はクリアしてるんでね、見てますけどね、そのメッセージはね。ボタンを押すわけでもないのか。スタート押してもセレクト押しても。あ、これ。あ、これや、これ。これやね。クリアおめでとう。オプションで必ずセーブしてねっていうね。まあセーブはしてあるからいいんやけど。はい、じゃあこれでね、終わらせていただきます。ご視聴ありがとうございました。もしよかったら YouTube のチャンネル登録をお願いいたします。以上です。